テントの中の中温,温度域はコンフォート温度で選ぶようにしましょう筋肉量の関係で寒がりな人が多い日本人に当てはめた時には。 こんにちは。山旅旅チャンネルの柳原です。寒い季節の登山でテント泊をするときに最も気になる装備の一つにシュラフがあると思います。寒くて目が覚めないだろうかと不安に感じる方も多いと思います。今回は0度前後の気温に対して安心して寝ることができる軽量なシュラフの選び方とおすすめのモデル、そして快適に寝るためのティップスを紹介したいと思います。まずシュラフを選ぶ前に どのようなテントを選んでいるのか、またマットにどのようなものを活用しているのか、そしてダウンジャケット、ダウンパンツは寝るときに活用するかなどなどを考えて、 シュラフの選び方が大きく変わってきます。え軽量化という部分に重きを置いたときに、できるだけこのテント、テントマット、ダウンジャケット、ダウンパンツを上手に活用することが重要になってきます。えこのあたりについて、僕がテント泊で活用しているアイテムをまず紹介していきます。え僕が寝るときに使用するアイテムとしては、ここに書いてあるように、えテント、テントマット、グラウンドシート、そしてエマージェンシーブランケットとエマージェンシービビー、枕、ダウンジャケット、ダウンパンツ、ソックス、 ニッット帽、ネックウォーマー、北海道湯担保腹巻き着替え最近ではこれに追加してインナーシーツなども活用することがあります。ざっと上げ出すと15種類ぐらいのアイテムをテント白頭山では活用しています。この中で枕を除いていずれも寒さから体を守るためにアイテムを使用しているわけです。そしてこのリストの中で星印がついているものはテント白頭山、ひし形のマークは え、小屋博の登山で必ず活用しているものというふうに見ていただければと思います。そして夜中の2時頃の外気温がマイナス5度というふうに仮定した時にテントの中の温度というのを考えた結果がここに書いてあるものになります。まずテントの内外気温差というものを僕は3度というふうに設定しています。 これは多くの方が活用しているモンベルのステラリッジを使用してのテスト結果というふうにさせていただいています。そしてダウンウェアを着用することでさらに体を温めることができると思っています。追加温度はダウンによって異なるんですけれども、およそ2度ぐらいの温度差があるのではないかなというふうに思います。そして想定外で寒さが厳しくなった場合は、レインジャケット、そしてレインパンツなどを着用することも考えています。 これはガサガサ音がするので、基本的には着用しないというものになります。そして、エマージェンシービビーを使用して、熱の断熱、遮熱効果を高めるというふうに考えて、ここにはプラス1度追加しています。このように考えると、マイナス5度からプラス3度、プラス2度、プラス1度というふうに考えて、テント内の温度というのが、外気温マイナス5度だからということではなく、1度に対して快適なシュラフというふうに選ぶことができると思います。でですのでシュラフを選ぶ 選ぶ時に外気温だけ考えてマイナス5度に対してのシュラフを選ぶということではなく1度に対してのシュラフを選ぶことで軽量化を行うそんな 考え方が生まれると思います。そして今挙げ出したこのアイテムのリストについては、添削でどのように活用しているかという部分においては、次の動画でまた紹介をしていきたいと思います。非常にこのアイテムをフル活用することで快適に寝ることができるので、ぜひ次の動画もチェックしてみてください。続いてこのように考えた時に、肌寒い季節で寝る時のシュラフというものにどのようなものがあるのか、0度前後の気温で安心して寝ることができるシュラフの選び方 について紹介をしていきます。これは実際に僕が様々なシュラフを活用してきて、えまた世の中的にこういう選び方が重要ですよというこの2つを押さえて紹介をしていきます。まずはじめに温度域はコンフォート温度で選ぶようにしましょうという点です。最近では多くのシュラフが 活用しているヨーロッピアンノーム EN13537 という温度規格が表されています。これは登山をする人たちがメーカー別でシュラフを選びやすいように採用している規格なわけですが、ここには快適温度、コンフォートと呼ばれるもの、限界温度、リミットと呼ばれるもの、極限温度、エクストリームと呼ばれるこの3つの温度で記載されていることが多いです。 それぞれについてどのような基準になっているのかというのがここに挙げ出しているテキストの通りです。コンフォートは標準的な女性が寒さを感じることなく寝ることができる温度。限界温度は標準的な男性が丸まった状態で8時間眠ることができる温度。エクストリームは 標準的な女性が膝を抱えるくらい丸まった状態で低体温症のリスクなしで6時間までなら耐えられる温度という風にあって、必ず僕はこのコンフォート温度でシュラフを選ぶということを重要視しています。あくまでここに書かれているのは目安という風に考えることも重要です。というのも筋肉量の関係で寒がりな人が多い日本人に当てはめた時にはこのコンフォートとかリミットやエクストリームといった ただし、僕はまあ筋肉量そんなに多くないんですけれども、今までシュラフを使っていて、コンフォートで選んでいると問題ないかなという実感値があります。女性の方の場合は、プラス1度から3度ぐらいで考えて、例えばコンフォート、温度が0度というふうに記載されている場合は、1度、2度、3度ぐらいで設定して考えるといったような選択が必要になってくることもありますので、個人個人の筋肉量、寒がりな人、暑がりな人、 いいいう考え方で選ぶと良いと良思います。続いて、エシュラフなどに取り付けられているジッパーの内側にドラフトチューブといってヒートロスを抑える機能があるかないかというのを選ぶのも重要です。僕は実際に使っていてこのドラフトチューブがあるかないかでかなり温度差が異なるというふうに実感しています。また、首から肩にかけてフードドラフトから呼ばれる ダウンが入ったマフラーのよものがあるかないかも断熱と遮熱の効果に大きな違いがあるのでこれがあるとかなり寒がりな人は安心して寝ることができると思います続いてシュラフが採用している構造もチェックするようにしましょうシュラフの構造はここの表にあるように大きく分けてシングルキルトとボックスキルトこの2種類がありますそれぞれメリットとデメリットがありますシングルキルトは表地と裏地を縫い合わせてボックスキルト ボックスを作ってこのような構造イメージを見ると、コールドスポットが作られやすいために、保温力がボックスキルトと比べると少ないということが分かっていただけるかと思います。ただし、この右側にあるボックスキルトの場合は、使われているシェル生地の多さ、これによって、どうしてもシェラフが重くなりがちです。 ただし保温力が高いというメリットが得られますので、ボックスキルトを採用しているシュラフというのは非常にコンフォート温度が低く設定されているかと思います。これから紹介する0度前後を想定したおすすめの軽量シュラフの中でも、このボックス構造を全てに使用しているのではなく、寒い場所に使用しているなど考えられた作りのものもありますので、 えこのボックスキルトとシングルキルトのメリット、デメリットというものをしっかりと覚えておくようにしましょう。え続いて0度前後を想定したおすすめのシュラフを紹介します。えまずはじめにシートサミットのスパーク SP2 ですえ。重量は 505g で、快適温度が4度で設定されています。え中綿には850フィルパワーの発水ダウン。 そしてダウン重量は 300g です。ドラフトチューブ、そしてフードドラフトカラーがあって、そして構造が非常にユニークなんですが、胴から上がボックスで下がシングルと、いわゆる体幹をしっかりと温めることができるシラフになっています。そして軽量化にも非常に優れたシラフになっていて、ジッパーの長さというものも考えられています。下までジッパーが開くのではなく、上半身だけジッパーが開いて、ジッパーの面積を 少なくすることで軽量化というものにもインパクトを及ぼしている。えそんなシュラフです。えまた、肩と腰に少しゆとりがあって、寝相が悪い人も快適に寝ることができるようなデザインに仕上がっています。え続いて、同シリーズのスパーク SP3 です。 え、より重量は重くなるんですけれども、非常に暖かく寝ることができる、秋冬におすすめのシュラフです。重量は 665g、快適温度はマイナス2度、中綿、ここは同じく850フィルパワーの撥水ダウンです。ダウン重量は 430g で、ドラフトチューブ、 え、フードドラフトカラーがあって、すべてにボックス構造が採用されています。デザインなどは SP2 と同様で、非常に軽量化に優れており、寝心地の良さが特徴です。続いて、ラブのミシックウルトラ180です。重量は 400g で、快適温度が6度です。中綿には900フィルパワーの撥水ダウン。 え、ダウン重量は調べてみましたが不明でした。ドラフトチューブがありますが、フードドラフトからはありません。え、構造は不明でした。このシラフの特徴は、熱反射性のサーモアイオニックアイニングテクノロジー、ティルトと呼ばれるチタンコーティングをした糸を使っておられた 生地といいうものが内側に使われています。これによって体から出た熱を反射してまた戻すという役割があるので非常に暖かく過ごすことができます快適温度は6度とちょっと高めの設定なんですけれども快適温度に対して非常に軽く作られているシュラフなので今回紹介させていただきましたえ続いてモンベルのシームレスダウンハガ 800No.3 です これは重量 531g で、快適温度が4度。中綿には800フィルパワーのダウンが使用されており、ダウン重量は不明でした。ドラフトチューブ、ドラフトカラーがあって、エコゾはモンベルのオリジナルのスパイダーバッフルシステムというものを採用しています。モンベルのシュラフは他のメーカーのシュラフと異なった2つの特徴があるかと思います。その1つがスーパースパイラルストレッチと呼ばれる伸縮率135%で、寝相が悪い人でもシュラフの中で自由に 体が動かせる、足を曲げる、手を伸ばすといったようなことが比較的柔軟に対応することができる生地が採用されています。もう一つがスパイダーバッフル構造です。シュラフ内部に特殊な糸が張り巡らされ、この糸に一定量のダウンが絡みつくことで核壁がなく、コールドスポットができにくい、そんな作りになっています。これ僕実際まだ使ったことがないんですけれども、洗った時にちょっとどういう風になるのかなというのがちょっと心配なところはあります。続いて モンベルのシームレスダウンハガー800のナンバーツーですこちらは重量が6 7 7ム。快適温度は低く設定されており0度中綿は800フィルパワーダウン重量不明ドラフトチューブドラフトカラーはあります構造は先ほど紹介した800のナンバースリーと同様で同じ特徴を備えていますそして最後に紹介するのがウエスタンマウンテニアリングのサマーライトですこちらは重量 540g 使用温度域は0度中綿は850 プラスフィルパワー、ダウン重量は25 5ドラフトチューブはあります。ドラフトカラーはありません構造においてはコンティニュアスバッフルというものを採用していますまずこのウエスタンマウンテニアリングは高品質で保温力に優れた洗浄していないホワイトグースダウンを使用しています僕はこのウエスタンマウンテニアリングのシュラフダウンジャケットベストを着用していますがあっ 圧倒的にシュラフは高品質だなぁと思う、非常に暖かな、登山での安心感が非常に高い中綿を使用していると実感しています。そして本来だとダウンが含有するガチョウ由来の油というものは匂いがするので、きれいに洗って、その上から撥水加工を行う、もしくは行わずそのまま使用するというのが通常のダウンなんですけれども、ウエスタンマウンテニアリングは なぜか匂いを抑えたそしてこのガチョウ本来の含有されている油というものを落とさず使用していますですのでそもそもこの油というものを落とさないことで自然の永続的な撥水効果というものを発揮する非常に優れたダウンです そして、ヨーロピアンノームにおける、これは0度ではなくて、独自でテストした結果においての温度です。ヨーロピアンノームよりも厳しいテストで最低限の温度域というものを設定しているというふうに書かれています。ですので、この,この使用温度域0度をヨーロピアンノームの先ほど紹介した他の温度とちょっと比べるというのが難しいんですけれども、0度前後で活用しても問題なく、 え、就寝することができるシュラフであるということが言えると思います。そしてこのコンティニュアンスバッフルというのは 保温性の調整が可能というバッフルなんです。例えば背中側に来ている羽毛というものを体の前の方に移動させることができるんです。そして表生地には高密度な素材を使用しているので保温力の低下を防いでいるという点も非常に優れています。日本人の方々にはとても人気のある価格が安くコストパフォーマンスに優れたモンベル。今回紹介した僕が非常に好きな C2 サミットのシュラフ。 そしてウエスタン・マウンテニアリングの高品質なダウンを活用したちょっと高いんだけれども安心して活用できるシュラフそれ以外にも最近ちょっと注目していてまだ使えていないシュラフに。 え、サーマレストのシュラフがあって、これも非常に優れたシュラフだと思うところがあって、使ってみたいシュラフです。名前はハイペリオンというモデルで、重量が 577g と軽量なんだけれども、使用温度域は0度という非常に優れたシュラフだと感じています。またマットに固定することができて、 マットからの落下を防止するというのも非常にユニークな作りだなというふうに思っていますえ今回紹介したシュラフはえ肌寒い季節に限定したものではなくえ3シーズンのテントを幅広く活用することができるえシュラフですぜひこれからの季節安心して寝ることができるシュラフを活用して天卓登山を楽しんでくださいで最後まで動画をご覧いただきありがとうございますこの動画気に入っていただけた方はぜひともグッドボタンをそしてチャンネル登録もこれを機会にぜひよろしくお願いしますでそれでは また次回の動画でお会いしましょう。